こんばんは。こんばんは。私たち、ミトガトアジアイドル、カッコカリです。イェイ。イェイ。自己紹介しますか、とりあえず。はい。しとけ。はい、カホホいきます。毎日ハッピー。ルンルンピー。ありがとうございます。幸せメガネのカホホです。よろしくお願いします。イェイ。カホホー。ありがとうございます。次、セミ。はーい。知ってる人は一緒にやってください。体にビタミン、早めの睡眠、みんなの睡眠、みんなをメルメルにしちゃうと睡眠です。よろしくお願いします。イエーイ、さゆみ。はい、ありがとうございます。はい、次マリナピ。はい、それでは皆さん手拍子お願いします。ちょっと早めに行きますよ。せーの、ピッ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 。マリナピ、ミタのお姫様。マリナピ、ニコニコスマイル。マリナピ、世界で一番かわいいよ。ありがとうございます。マリナッピーです。よろしくお願いします。いやいや、ここで2人で可愛いよって言うとなんか面白いね。面白いね。ちょっと今ね、再イベントを表現、ちょっと再現してみました。カホッホーとか言ってくれるんですよ。ありがとう。というわけで、3月18日の月曜ジャンプが終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。聞いてくれて、まさか聞いたよね。まさかね。まさかね。あ、そう。そう。見てくれた。パーカー着てるしね。今日パーカー着てるんですよ。すでにね、放送でね。ね、見たよね。ネストでね。うん。ちょっとさ、マリナッピカッホに怒られそうなんだけど、どうしよう。そう、ちょっとね、今日は黒姫様のコーナーだったんですけどね。うん、なんかちょっと黒さが足りなくて。灰色ぐらいの感じ。そんなことないよね。なんか優しかったよね、そう、ちょっと。だから。カホホに怒られそうなんです。助けてください。出さへんでー。サイミは逃げよ。でザイザイサイミも持ちやすいからダメだ。捕まっちゃう。やだ。ここにいてね。ちょっとね、今日は逆に縛るよ。じゃあここやだ。なんかね、あのね、こういうとこに縛りつけるからね。やだ。怖え。その黒さをね、ラジオで出さなきゃダメっすよ。そうだよね。なんかね、今日みんなお腹減ってたからかな。なんかね、マリナッピは優しいな。お腹が空いて力がね出なかったちょっとらしいです、今日はみんな。イエス。有名なヒーローの名台詞みたいな。お話しました。でそんなね、ラジオでちょっと海浜公園のお話をしたので、はい、子供の頃の遊園地の思い出を話そうかなって思いますんですよ。いいね。あのね、サイミンね、うん、幼稚園の進級の時かな、ママとおばあちゃんと弟と海浜公園に遊びに行って、で、なんだっけあれ、これ、観覧車と観覧車に乗って写真とか撮ったのすごく思い出に残ってたりする。なるほど。あ、それで、うん、さっきのラジオでさ、遊園地のアトラクションで好きな乗り物はって言った時に、うん、いまいち伝わってなかったかなと思って。あんまり多分伝わってなかったと思う。わかりますよね、白いバンビみたいな、ゾウさんみたいな。だってもうそれはバンビだよ多分。背中にここら辺に、そう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 、人が乗るようになって、乗るようになって。あ、そう、今マリアピが再現して、おい、やっぱ追い抜いてるよ。やっぱこんな感じ、追い抜いてるよ、ね、なんかこれどうだ、なんか回りながら棒が、まず棒があって、でこうね、こうゾウさんがついてて、で回りながら上に登っていくやつなんですよ。これカホが書いてくれたんだけど、ちょっとぼやけてる。そんなやつ伝わるかな。多分ゾウさんじゃなくて、なんか飛行機だったり車だったりとか気球だったりとかで、いろいろあると思うんですけど、ちょっとみんなで回ってみてください。まさかの、これしよう。これどうやって、どうやって、なんかゾウさんとなんか棒でつながってる。うちらが持って回ればいいんじゃない？あ、回れないよ。二人でやってくれ。ほう。こう回れない。二人でやってくれ。フェードアウトしてしまう。これはちょっと無理でした。机があるのね。そう、まあそう、なんかね、いろいろあるみたいだけど、それがバンビみたいなゾウさんみたいなやつだとテンションが上がるっていうサイミンのお話でした。はーい。ね。はーいって感じだね。そう、あとそう、回るといえば、最近は飲んだけど、コーヒーカップって、うん、あの、回すじゃん、真ん中で。あれは全力で回す派？あれね、もうね、手が追いつかなくなるぐらいまで回すよ。あの、そう、タイミが手つけられないほど誰かに回される。回されるタイプ。タイミ本当はこうやりたい。あ、じゃあ、食べ、内側回してるのが
が回したいみたいなやつ。なんかもうあーもうダメだって、もうめっちゃ回されてる間にもうなんかはーってなる。そんな姉さんは？私は全力で回して全力で後悔する派です。全力で回して全力で後悔する。なんであんな回したんだろうってなるタイプ。マジで？ちょっと回していやってなっちゃうタイプなんだけど。コーヒーカップ乗った後の名台詞みたいな感じで、なんかもうやばいみたいな。なるよね。そう基本ね、ダメ、あのね、あんまり激しいものはダメです、乗り物。激しいものって言えばさ、うん、今となっては、まあ、イナッピさ、うん、ジェットコースターマジで大好きなんだけど、うん、なんかねちっちゃい頃って、うん、あの幼稚園生とか小学生の低学年ぐらいって身長ちっちゃいじゃん、うん、でさなんかとりあえずちっちゃかったのね、うん、この中では一番大きいけど、うん、いいよそういうのいいよそういう情報いらないよね。一番大きいんだけど、なんかそうち当時ちっちゃくって、うん、すっごいジェットコースターとかのこういうの乗りたいのに、うん、足りないんですよ、あの身長制限、そう110センチみたいな、いらなかったのね。そうで頑張って厚底の靴履いたりして、ありなのそれ？あり？わかんない、わかんないありなければありなのかな。厚底の靴履いて、うん、まあギリギリかなみたいな、なんかペンポンって、あ押してくれるんだ。そうそうなんだ。そうそれで乗れたの。あはい、乗れたでさ、一個お話戻ってさ、回るといえばで思い出して、回るといえばやっぱ代表的なあのメリーゴーランド、あれさ一番高い馬に乗る、あれそう高い馬に乗るんだけど、上を見てる、上のなんかこう棒が吸い込まれてこうなってるところを見ながらやってる。こうやってママって手振るよりもなんかハハって見て楽しいって感じ。あのあれが好きなのはきっとサイミンだけど、絶対違うと思う、見るのも違うと思う。なんかメルヘンな気分になるんですよね、あれ。多分見ちゃいけない部分だと思うんだ。あそう、多分夢がなくなっちゃう部分。ダメだと思う。あーやばい、リアルな馬に揺られてると思って面白い、最高みたいな。ずっと上見てる。一緒に遊園地行ったら変だね、嫌だね、なんかね。そうかな、面白いよね。でもなんかね、あのねメンバーと遊園地っていうか行きたいねって話をした時に、うん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 、ほなみとしたのね、うん、ほなみも絶叫系が好きって言ってたんだ、うん、だろうね、うん、多分確か言ってたのね、うん、でひなも多分好きなんだ、あの感じからすると聞いてないけど、うんうんうん、でなんかその行きたいねって言った時に、うん、カホッホとは行きたくないってなったの。なんで？絶叫系絶対乗れないだろっていう。確かに乗れなそう。リーリーも倒れそう。うん、確かに。なんか一緒に行ってもなんか、うん、うちらは絶叫系でわー楽しいってなるけど、うん、あうち待ってるわって言いそうだから。うん、見てっから行ってきな。言いそうだから行きたくないねっていうか、多分一緒に連れてけないよねって話をした。多分頑張れば乗れる。多分荷物置きとか。白目じゃない多分。白目じゃない。キュッてつぶってる私でめっちゃ叫ぶよ、ガチでうるせえよ。そうなんだ、叫ぶ人なんだ、叫ぶ人行こう。うん、本当にマリナッピー遊園地行くと最初から最後まで絶叫。いや無理、遠心力ってなる。辛いもん、ね、ジェットコースターのこの部分、あ死ぬって思うから。あー行きたいね、行きたいよね。私はずっと観覧車に乗っていたい、一日中一日ずっとぐる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 してた。絶対面白くないそれ。ダメだよそんなの。もう一周追加でみたいな。そうまた乗ってくるんで大丈夫っす。ずっとだんだん声かけられなくなっちゃうかもしんない。ま、もう一周行ってらっしゃいみたいな。しいそれはどうせ行くんでしょみたいな。いやだ、それはそれで嫌だけどさ、うん、なな、あーもうしかも遊園地のチュロスとかポップコーンって美味しく感じる。なんかあそれはわかる、美味しい、うんいいね。無駄に買っちゃうよねポップコーンとか。楽しいからね遊園地が ね、楽しいと美味しくなるよねなんかね、なそうそう。でそんな遊園地も楽しいですけど、にゃそれと同じぐらい楽しい月曜ジャンプ、にゃ同じぐらい楽しい月曜ジャンプ、なんと来週ね涙の最終回でございます。楽しいのけど楽しくやるので、うん、ぜひとも聞いてください。はい、お願いします。す以上水戸ご当地アイドルかっこかりでした。バイバイまたね、おやすみ。昼間かもしんないよ。そっか。